2020年10月中旬の夜11時を過ぎた東京歌舞伎町の街角に人だかりができていた。女性はワンレン、ボディコン。男性は肩パッド付きのダブルスーツと、群衆までが1980年代のバブル期さながらの光景です。ネットフリックスのドラマ、全裸監督シーズン2の撮影が行われていたのです。前作は、伝説の AV 監督村西徹氏をモデルにした主人公を、山田孝之さんが開演して話題を呼び、2019年の配信ドラマで最多視聴者数を獲得しました。続編を望む声が根強い作品です。撮影現場で、ド派手なシャツを着た満島真之介の傍らで美しい両肩を見せていたのは、西内まりや。西内まりやさんは、所属事務所社長と揉めた際、ビンタをして逃走した騒動を発端に、2018年3月で事務所を解雇されました。以降、目立った芸能活動はしていないようです。芸能プロ関係者によりますと、彼女が事務所と和解したという話は聞きません。現在、フリーで活動していますが、日本のテレビや映画への復帰は難しい状況です。今回はネットフリックスが米国資本だから、出演が可能になったのでしょう、とのこと。撮影していたのは、西内まりやさんと満島真之介さんが街角で揉めるシーン。テイクを繰り返すたび、二人は真剣な面持ちでモニターを確認していました。西内まりやさんは、約2年半ぶりの芸能活動復帰となります。気になる役どころは、シーズンには、五木まり子をモデルにした AV 女優と、主人公村西の愛憎劇が描かれる予定で、西内さんが木を演じると聞いています。必然的に、ヌードシーンや濡れ場も避けられません、とネットフリックス関係者は語っています。決まり子といえば、AV の歴史に残る伝説の女優です。AV 制作会社関係者は、1980年代後半の若者の間では、五木まり子か、それ以外かというくらい、凄まじい人気だったと、振り返りました。AV 史に詳しいライターの藤木 TDC 氏も、こう語っています。当時、AV のセックスは実際には性行為をしていない、疑似ばかりでした。しかし、五木まり子はデビュー作から本番を厭わなかった、異色の存在でした。その意味で、現在の AV 女優のスタイルを確立した女優と言えます。前出の AV 制作会社関係者は、配信開始に期待を寄せているようです。五木さんが登場する前は、濡れ場も仕事のために仕方なくやっている雰囲気をまとった女優が多かったんです。しかし、五木さんの明るい淫乱路線は、持ち前の巨乳と相まって、普段の営みを想像させるのが抜群にうまかった。少し面長な顔立ちが五木さんと似ている西内さんが、どこまで演じられるか楽しみです。全裸監督は、出演料も AV 作品以上に高いという噂もあります。テレビ局関係者は、ネットフリックスなどの配信サービスの制作作品は、ギャラが高くて有名で、相場は民放ドラマの2倍くらいです。全裸監督は前シーズンも当たっていますから、西内さんに相当額のギャラが入るのは間違いないとのことです。濡れ場を厭わない熱演に期待が膨らみますね。ご視聴ありがとうございました。コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録・高評価もぜひお願いいたします。